新静岡瀬の場は、静岡県静岡市青区鷹城にある大型商業、施設。新静岡駅の駅ビルの機能も有する。名称の、瀬の場とは、幸せの場、待ち合わせの場といった、日本語のいわゆる語呂合わせに加え、瀬の旧、新静岡センターの名称でもある、センターといった、いくつかの単語を組み合わせ、全身の商業施設が、静岡市中心部で培ってきた。 ブランドイメージをも継承し、複数言語で複合的な意味を込めたものとなっている。前身の新静岡センター1966年5月15日に開業した新静岡センターは施設の老朽化によって2009年に閉店した。新静岡センター跡地は、高城市の14地区有料建築物等、整備事業として鉄道駅、 バスターミナルと合わせた再整備が計画され、2010年3月5日に新商業施設が寄港した。同時に各テナントとして東急ハンズやシネマコンプレックスの入店が発表されている。2011年6月2日には新商業施設の名称を新静岡セノバとすることが発表され、運営会社が静岡鉄道の子会社である。 製鉄プロパティマネジメント株式会社になることも発表された。なお、製鉄プロパティマネジメントは新静岡セノバに近い青井久美幸町でデンビルも運営している。セノバ開発の指揮を取った製鉄プロパティマネジメント株式会社の営業部長は、後に静岡県内所出店のテナント誘致にはこだわったと語っている。同年10月5日に新静岡セノバが開業した。 2015年度の売上高は182億円だった。2016年11月1日には、ルルカカードに電子マネー機能が導入され、新静岡セノバでも対応できるようになった。2017年度に大規模改装を実施した。2019年2月20日に働き方改革の一環で開業以来初めての休館日となった。また、新型コロナウイルスの流行による、 感染の拡大防止のため、2020年4月18日から5月17日まで、一部店舗を除いて、全館臨時休業となった。夜間の新静岡瀬の場製鉄静岡清水線、新静岡駅映画館のシネシティザート現在のフロア、構成、テナントの詳細は、公式サイトのショップガイドを参照。二重集客施設として、生活株式会社が映画館のシネシティザートを、 運営している。静岡市のシネコンとしては、清水区のムービックス清水に続いて2カ所目である。なお、生活は、青い区七間町で運営していた、映画館をすべて閉館させて新静岡瀬の場の、シネシティザートに集約した。これに対して、市民団体などが反対し、計画撤回を求めた働きかけを行っていた。七間町で、生活が運営していた。 映画館がすべて閉館したことで、七間町に残る映画館は、非営株式会社が運営する、静岡東方会館のみとなった。ネーミングコンセプト新静岡瀬の場静岡鉄道株式会社様事例詳細例1製鉄、ドル,ルカ電子マネー機能11月から順次導入へ。静岡新聞、2016年11月20日時点のオリジナルより、アーカイブ、 2021年4月4日閲覧新静岡瀬ノ場開業5年17年度に初の大規模改装。静岡新聞。2016年11月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年4月4日閲覧パルシェと瀬ノ場2月休館日大型商業施設も働き方改革。静岡新聞。 2019年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年4月4日閲覧。ご案内。全館臨時休業についてセノバトピックス。新静岡セノバ。新静岡セノバ。2020年4月19日閲覧。なお、静岡県については、東急ハンズ直営ではなく、同所の運営会社である、製鉄プロパティマネジメントが、フランチャイズにて、 店舗運営を行っている。ありがとうございます。